そこで、じゃあ1たす2するには何か接着剤が必要だよと、のり付けのものが必要だよ、そこで関係代名詞っていうのが大事になってくるんだよ。Hello everyone, this channel is presented by Language. My name is Yuki from Ginza Lecture School. The lessons at Language are designed to practice conversational English. This video will be perfect for anyone who wants to learn about English grammar. Let's get started! 皆さんこんにちは。本日は Direct English Level 3 Unit 26 Lesson 3 Part A Reporting Live のスライドテキスト、そして、エクササイズの解説をしていきたいと思います。この話は、中国の、貿易代表団のメンバーであるチャングさんにラジオレポーターのヘザーがインタビューしているところから始まりました。チャングがした交渉がどのようなものかというところを確認して、このストーリーを見ていきたいと思います。それでは早速最初のフレーズになります。こんなフレーズがありました。 Sun Yu Chang is a member of the trade delegation now in Boston、ヘザーの初めの、挨拶になってますね。さあ、サンユーチャングさんは何者かというと A member、メンバーの一員ですよ。 A member of、 このまま覚えましょうね。メンバーの一員ですよ。何のメンバーの一員ですか？ The trade delegation というふうになっていましたね。デリゲーションは単語のページにも載っていましたので、使節団、代表使節団、通称使節団というふうにコンパニオンにも書いてありましたね。デリゲーション、このまま覚えましょう。次です。 They've been talking to our governor というふうになっています。彼らは我々の市長と、お話をしていましたよというふうになっていますね。なのでボストンの市長さんと中国の代表のチャングさんが一緒にお話ししていると。でそのお話はどうだったのかというと、そのお話が何個かあったんだろうというのが示唆されますね。 How are the talks going というふうに talks が複数形になっています。でそれはどんなものかって言ったら、まあネゴシエーションだったので、全てに賛成するわけではないんですけれどもっていうふうにチャンドさんが説明をしています。次のポイント、こちらから重要になります。4つほどですね、ポイントがあります。 We are dealing with issues that affect trade everywhere というふうになっています。まず最初のポイントは deal with、 dealing with というふうに、まあ、現在進行形になっていますけれども、 deal with は他のレッスンの、just a trim のところで出てきましたのでリンクを貼っておきますね。Deal with の後ろのものを、まあ、解決しようとしているんだということですね。これが1個目のポイント。で Deal with の後ろの解決したいものっていうのは Issues だよ、問題だよと言ってます。でこれが2つ目のポイントです。 Issues の後ろに That effect というふうになってましたね。この Issue の後ろの That effect、 なんでこの That effect がここに来るのかなというふうに思った方はいませんか？これが、2個目のポイントで、関係代名詞の主格というものですね。関係代名詞の主格についてはちょっとこれからやっていこうと思うんですけれども、issues、どんなイシューかというのを後ろから説明してくれている。that affect、 影響を与えるよ、そこら中の貿易に影響を与える、ここから後ろから引っ張ってきて、そして issues にかけてくるようにしてください。そんな問題に取り組んでいるんだっていうことなんですね。関係代名詞の主格というものです。これが2番目になります。3個目ですね。 affect、 今言いましたけども、 affect は単語のページにもなっていましたし、単語の、例文も pollution has affected the weather greatly というふうになっていましたね。affected、 そして pollution、 このような意味になります。影響を与える、 affect の後ろに影響ある来るものに影響を与えるんだよ。これが3つ目のポイントでしたね。単語の問題です。 affect。 そして4つ目、4つあるというふうに言いましたけれども、読み方です、発音の問題ですけれども、 that affect trade everywhere とぶつ切りに言わないようにしてくださいね。私と一緒にレッスンやった方にはコツをお教えしましたが、 issues that affect、 that affect がくっついた音になります。チャングさんもそんな風にビデオの中で言っていましたので、しっかりとご確認くださいね。That effect, that effect, that effect みたいな、 that effect, that effect、T がレみたいな音になってしまう、 L みたいな音になるの、 that effect, that effect trade everywhere、こんな風に言えると、チャングさんの音も結構聞こえてくるようになると思いますので、自分が言えないものは聞こえて こないと思います。なので自分が普段からそのように言ってれば、チャングさんのビデオもしっかりと聞こえてくるようになりますよ。
さあ、関係代名詞の主格というふうなのを2番のポイントのところでお話ししましたけれども、ざっと関係代名詞の主格ですね、こちらをお話ししておきたいと思います。というのもですね、来月とかさ、来月からレベル4に上がる方とか、レベル、4月からレベル4に上がる方とかもいらっしゃると思いますので、関係代名詞の資格を知らないままレベル4にはあんまり上がってほしくないかなとは思うので、なんとなく知っている状態で上がってほしいんですよね。なので関係代名詞というものの、今回は資格というものを説明しますが、その資格と反対に目的格というのもあります。今回はその目的格というのはやりませんので、資格だけで、やらせてください。関係代名詞っていうのは皆さん聞いたことはあるかと思うんですけれども、関係代名詞というのはですね、関係代名詞の文章を見たら、もともとその文章っていうのは一見一つに見えるんだけれども、もともとは二つあったよっていうふうに思っておいてください。例えばですね、文章がバラバラにした状態で2個あるとします。例えば I have a friend、で、A friend もしくは The friendis a teacher。 これ友達がいるよっていうのが一番ですよね。でその友達、まあ、その友達はね、 the friend になるんですが、その友達はドイツ人物です。それは先生だよって言ってるんですね。1番と2番ですね、2個どう見ても文章が2つありますよね。でそれをね、なんとかして1つの文章にしたいんだと。で1つの文章にしたいときにうまく利用できるのが関係代名詞っていうものだよってことです。1番と2番を比べてみていただくと、同一人物がいるよねっていうことです。その同一人物はこの1番の A friend と A friend、 この The friend になるかなと思うんですが、同じ人ですよね。でってことは2個いらないじゃないかと。フレンド、フレンド、同じものが2つあるから、2番のフレンドを消させてくださいということです。消させてくれれば、フレンドが、リサイクルできるので、この1番のフレンドだけ使えばいいんじゃないか、あとはくっつけちゃえばいいんじゃないかっていうふうに思うかと思います。なので、無理やり 1+2 でくっつけようとすると、 I have a friend is a teacher になっちゃうかなと思いますね。そうするとちょっとこれでは難しいというのは、I have、 have が動詞になっていて、ここに is があるので、文章一つの中に無理やり2個動詞をくっつけることができないんですね。もともと2個の文章だったのを1個にするときには、何もつけない、何も接着剤の役割をしないまま勝手にフレンドだけ切ってぐちゃっと 1+2 することはできないんだということなんですね。そこで、じゃあ 1+2 するには何か接着剤が必要だよと、のり付けのものが必要だよ。そこで関係代名詞っていうのが大事になってくるんだよ。フレンドを消した代わりに接着剤の役割をしてくれるのり付けに、関係代名詞を使おうか。その時2番の方で消したフレンドが主語ですよね。主語の部分を消してしまったわけです。ってことは、主語の部分消したからね、だから主格の関係代名詞というのを使って主語の部分を消して 1+2 をしたっていうことを分からせてあげたいんですね。なので、主語の部分を消して、消したからね、じゃあ主格の関係代名詞欲しいなということで、ここで使えるのが主格の関係代名詞 who というものになります。これで晴れて 1+2 をすることができるんです。じゃあちょっと 1+2 してみましょう。 I have a friend who is a teacherイエーイという感じですね。これで 1+2 が無事にできましたということです。で、1+2 をした文章を見てもらうと、Who の後ろ、これ、後ろに何か抜けていますよね。当たり前ですよね。 A friend が抜けてるわけです。このフレンドどこ行ったのって言ったら、 Who の前に出てくる人と同一人物だから、さっき抜かしてもらったよと、なくしてもらったんだけど、資格の関係代名詞で補って、前に持ってきたっていうことが分かるようになってるよっていう種明かしなんですね。なのでこれ Who を資格の関係代名詞と言います。つまり、主語の部分をなくした時に出てくると。じゃあその主語の部分をなくした時の、その主語の部分が人間だったら Who でいいんですけれども、人間じゃない場合は Which か That にすることになるんですね。それが今回の That effect Trade everywhere になるということです。つまり We are dealing with issues that affect trade everywhere というのを 1+2 で分けて考えてみると、1番が We are dealing with issues になる、2番がどうなるかというと
issues affect trade everywhere ということになりますよね。1たす2、これで同一人物じゃないけれども同一のものがありますよね。それが issue ですよね。 issues で今回 issues と issues が同じものの問題だ、その問題に取り組んでいるっていうことと、その問題は至る所の貿易に影響を与えるというふうに言っている。そのイシューズイシューズが同じイシューだから2番のイシュー消しちゃおうよということなんですね。で2番のイシューを消した時にイシューの部分が主語になってますから、あ、主格の関係代名詞を使って1たす2をするんだなっていうことが予想できます。じゃあイシューというのは主語なんですけど、今回人間じゃどうやらなさそうですので、フーではなくてウィッチかザットを使って1たす2でノリ付けしてあげればいいんじゃないかと。というのは1たす2をするときにノリ付けの部分を何も使わないで勝手にぐちゃって1たす2できないよということなんですね。だから1たす2をするときに We are dealing with issues、 1番はベースで残したまんまにして、で、後ろの一種を消してあげたから、しかも主語で人間じゃなくてものだから Which か That、 今回の場合のダイアログでは That が使われていたので That にして、そして、That 一種がなくなって Affect Trade Everywhere になっているということですね。なので、That の後ろ、もう一度この 1+2 をした文章を見ていただくと、 That の後ろにあれ、アフェクトの前のイシューなくなってるやんということですね。このアフェクトのイシューズは、前のイシューズはどこに行ったのと言ったら、前にザットを飛び越えて、ここに目の前に前の方に来ているから、補っているよと、1たす2をした時に、1と2で同じ関係、同じ同一のものがあったからイシューズを消してザットで補って、前のイシューズと同じだよということを表して、晴れて 1+2 ができているということなんですね。ということです。これが、ざっとした四角の関係代名詞というものになります。あまり皆さんには日本語にしてもらいたくないんですけれども、どうしても日本語にしないと気持ち悪くて英語が読めないっていう人は、どういうふうに読んでいけばいいかというと、1番の方をベースにして2番から始まって1番のイシューに戻ってくるようにすればいいので、我々はから始まりますよね。 We から始まって我々は後ろに回る、2番の一番後ろに回って至るところの貿易に影響を与える、はい、ここでイシューに戻ってきてイシューズに、直面していますとか、対応していますっていう風な文章のなり方ですね。なのでチョン、はい、こっち来てこっち来てこっち来て戻ってきてこうしてこうするっていう感じですね。このようにできたでしょうか。まあ本当はね日本語にしないでほしいんですけれども、もうどうしても日本語にしたい人は、今みたいな順番でやってみてください。さあヘザーがですね、チャングさんにどんなことですか、具体的に言うと For instance インフレーション、インフレとそれから、雇用に関してっていうのを、主にチャングさんとガバナーは話しているというふうに言っていましたね。ここですね、このトピックが、難しいなっていうふうに、このストーリーが難しいなっていうふうに思った方は、実は英語の問題ではなくって経済の話があまり苦手で、わからない人がちょっと難しいな、とっかかりにくいなというふうに思ったんだと思うんですね。インフレーションとかエンプロイメントとかいろいろあるんですけれども、そうですね、インフレーション、まずはインフレのことです。なので物価の高騰について話していたと、ミスターチャングさんはね。しかも compared with というふうになっていました。 compared with 以下のことと比べたっていうことです。なのでインフレーションはどこのインフレとどこのインフレ比べたかっていうと、中国のインフレーションとそれからアメリカのインフレーションを比べて、それについて話し合ったよっていうことです。アメリカと中国のこの物価の高騰について、まあ比べながらお話ししてたよということですね。損がないかとか貿易摩擦がないかっていうことをもう考えてたんでしょうね。で次は also employment というふうに言ってるので、まあ雇用ですね。でどんなことかって具体的に言うと、 How much of our workforce is involved in trade with your country?まあ、これもそうですね、 How much どれくらいって聞いてる、どれくらいかって言ったら、その雇用して労働者がどれくらい、アメリカとの貿易に携わっているかっていうことについても話しているっていうことですよね。まあ、
本当に英語の問題ではなくって、そのストーリーとか経済についてちょっとついていけないっていう人が難しい難しいって思ってるんだと思うんですけれども、実はこれ英語の問題ではなさそうではありますよね。ワークフォースはまあ労働者とかいうふうに訳していただければいいんですけれども、 is involved in っていうのも本当は単語のページになってたらいいのかなと思うんですが、 is involved in 後ろに来るものに携わるっていうことです。もう一度言います。is involved in 後ろのものに携わるということは、どれくらいの労働者が、帰国、アメリカとの貿易に携わっているかっていうことについても話していかなきゃいけなかったんだよっていうことですね。つまりチャングさんのは中国側ですよね。もしかしたら中国の労働者たちはすごい低賃金で、たくさんいろんなものを、輸出しなきゃいけないかもしれないですよね。でそれがすごい安く、輸出されていたら、すごいいろんな人を雇っているのに安く買われちゃうもんだったら、それを払うことができ低賃金でしか払うことができないし、じゃあどれくらいの人数が携わっているのかなっていうのも大事なところですよね。なので見えてきましたか。だから、How much of our work hour っていうのはチャイナ側ですね。中国側の労働者がどれくらいアメリカとの貿易に携わっていて、どれくらい、賃金をもらえているのかとか、人数によってもね大事ですそういうことが、彼らチャングさんとガバナーのディスカッションに影響を与えて話していたんだよっていうことですね。でヘザーが、そういった条約っていうのを、条約って言ってもね、そういった取り決めをが決まりそうですかって聞いたら、メイキングプログレス、いつも頑張って前進していますよっていうふうに言っていたと。でヘザーさんが ありがとうございます、お話ししてくださってありがとうございますって言って、ポジティブで終わりましたよって言って、ヘザーさんがバイアロー reporting live for the financial district of Boston for the business network っていうふうに言って、ヘザーさん のラジオを終えているということでしたね。いかがでしたでしょうか。ちょっとね難しいかと思うんですけれども、ご自身のね経済の話もちょっと理解してないといけないし、単語の量も増やしていかなければいけないのかなとは思うんですが、ちょっと辛いですけれども、今日の A のところでちょっと辛い思いをしたので B になる頃には少し消化できているはずではありますね。では今日はちょっと長くなってしまったので、来週は 3B パート B の方でエクササイズの方をやりたいと思います。エクササイズちょっとは進んだんですけれども、パート A の方でもちょっと今の時間からではできなさそうなので B の方に全部回したいと思いますね。その代わり B の方ではストーリーの話はあまりできないと思いますので、しっかりと、質問があるならコメントの方にお願いいたします。コメント欄のところに書き込みをしてくださいね。それでは、また来週のレッスンでお会いしましょう。 Thank you very much for watching. See you next time.